それでは2コマ目を始めたいと思います。ライフサイエンス統合データベースセンターの中里と申します。私はですね、次世代シーケンサーと関連するデータベースツールという話をします。で、次世代シーケンサー NGS の話は、まあ私とこの後望月さんが話されるんですけど、私はまあデータベースとあと解析の概要みたいな話をしまして、今望月さんの方が、ウェブでできるその実際の解析の、まあ、触りをやってくれるというような流れになっております。で、一応僕らいろいろ何ていうのかな、割とオープンにやってますので、ツイッターとかをお持ちの方は別にツイートしてくださっても構いません。で、一応この講習会をいつもやってるんですけど、ハッシュタグは、アジャックスっていうのを使っています。で、ちなみに私もツイッターやってまして、このカエルのアイコンでチョークレスっていう、アカウントでやってますけれども、もし今日と明日は講習会があるので私はいますけれども、その後例えばちょっと分かんなくなったとかいうことがあれば、ツイッターなどで聞いてくださっても構いません。で、NGS の解析というと、がっつりやろうとするとですね、 R っていうそのプログラミングというか、まあ統計のその言語っていいますか、ソフトといいますか、そういうものがありまして、でそれ今バイオコンダクターっていう、まあパッケージっていうか、その専用の付け足すものをこう加えて、まあ、R とバイオコンダクターで、やるっていうようなことがあったりします。で、まあ、後ろにこう呪文がちょろちょろと書いてあるわけですけど、こんな呪文を、本気でやる人はこういう呪文を使ったりします。であと、この辺はちょっと今日紹介だけしますけど、NGS のデータを、ゴニョゴニョ解析するには BOW TIE とか SAM TOOLS っていうような、ソフトがありまして、で、これも後ろに呪文というか、その結果とかも書いてますけれども、こういうものを専門的にはやらないといけません。ただ、今日例えばこういう BOW TIE とか SAM TOOLS をやってみましょうってなると、皆さんのパソコンにいろんな、こういういわゆる BOW TIE とか SAM TOOLS とかをその入れてもらったりですとか、あとそのテキストでっていうのは、そのキーボードでいろいろ呪文を打ち込んでもらわないといけないので、とてもそのまず時間が足りなかったりとか、こう割とこういうのを使いこなすそのある程度下準備がいるので、今日は残念ながらここはちょっと、紹介するだけになっちゃいます。ただ、ウェブブラウザーでいろいろできるところがありますので、詳しくはその私の後の望月さんがやりますけど、ウェブブラウザーである程度できることに関して、今日はご紹介をしたいと思います。で、今日の資料に関してはこの講習会の ModDB の、今回53回目ですけど、先ほども見たと思いますけど、このページからたどりまして、これですね、ここの私のセクション、この中里のところに、次世代シーケンサーと関連するデータベースツールっていうようなものがありまして、でこういう感じで今日の内容というのがここに書いてあります。今日喋るのはスライドというか、パワーポイントというかキーノートでプレゼンソフトでありますけど、内容に関してはここに書いてあることをやるので、こちらを見ていただければ一応なぞれるような感じになっています。で、コマンドってさっきの呪文ですね。呪文でいろいろ本当はやらないといけないんですけど、そういうのがちょっとできないので、一応参考のサイトがここに、いろいろ書いてありまして、で、そうですね、こういう講習会を何回かやっていまして、おととしかな、なんか東北大などでやった、講習会でバリバリに計算とか解析をやっている二階堂さんとか、今理研におられますけど、その人に喋っていただいた、
動画が統合テレビで上がっていたりしてますし、あとその商用のソフトでアバデス NGS とかシールシバークベンチっていうのがあったりします。で、あと本気でというか、がっつりそのいわゆる呪文ですね、コマンドの部分を見たいという方はここの参考の一番下に、去年の9月に NBDC とあと、これの一番上に門田さんという東大のアグリバイオの方が出てきますけど、そこのコラボをしまして、で8人ぐらいかな、人を集めて2週間朝から晩まで缶詰にして、パソコンに向かってこうビシバシ使い方を教えるみたいなあのカリキュラムがありまして、2週間皆さんを貼り付けるのは非常に大変だったんですけど、それでも来るというあのガッツのある方を集めてやったものが、資料もありますし、今日みたいに録画しているので、これも統合テレビにあの内容があります。でちなみに私は、この中で Linux っていうそのコマンドを使うプラットフォームっていうんですかね、ソフトっていうか、そのコマンドラインの使い方みたいなのを喋りまして、3時間プラス5時間ぐらいになってますけど、2週間分録画がありますので、あと資料も見ながらちょっと早飛ばしでそういう録画も見ながらやると、あの呪文の使い方あたりもこの辺でまあカバーしているという感じになっております。はい。で、一応まあ毎度毎度なんですけど注意がございまして、今日ですね参加者数59名と聞いております。で59人が、まあ、さっきのその箕輪の方の話もそうだったんですけど、あのみんながですね同じデータベースにアクセスしますと、それは公開している方からすると攻撃に見えるんですね。50何人60何人がこう一斉にどこぞのうちのサイトを攻撃してきたって思うわけですよ。そうするとあのちゃんとなんていうかな、サイトの管理をしている人からすると60何人来たら悪禁、要するにアクセス禁止で、あなんかイカシカからこう 60個アタックが来たと、でそれはもうなんかイカシカ危ないから来ちゃえって言ってアクセス禁止になっちゃうこともあります。なので、まあ、なるべくこうあのやんわりですね、まあ、私の今日の話はあんまりこう一斉にアクセスすることは少ないかと思うんですけど、あの今回のあの講習全体的にみんなでわーってやっちゃうと、あのなんかイカシカ危ねえって思ってイカシカ全体が嫌いしちゃったりすることもなくもないので、なんとなくやんわりこうなんとなく外しながらやっていただけたらと思います。で、今日いろいろまあツールの紹介とかするんですけど、これはあの先ほどが何回も出てます統合テレビっていうのをあの僕らの方で作っていまして、でまあ今日私が喋っても録画してますし、あとはそのいろんなツールの使い方みたいなのもあのチュートリアルのムービーを作ってまして、ここでまあいろいろあの使い方が振り返れるようになっているので、こちらのサイトもまあ参考にして、まあこんな感じですね。 YouTube とかでもあの公開してますので、見ていただけたらと思います。まあずらしてやってくださいと。で、ちょっと前座が長いんですけど自己紹介をさらにしたいと思いますが、私は中里と申しまして、今ライフサイエンス統合データベースセンターというところに、おります。で、まあこれさっきも似たようなスライドが出たと思うんですけど、一応今回の講習会がこの NBDAC というところと DBCLS というところの、まあ、コラボで、あのやらあとここのイカシカですね、あのやらさせてもらってるんですけど、もともとその JST の方で、まあ、先ほど美濃がしゃべりましたけど、あのバイオインフォマティクスのプロジェクトが走ってました。でそれとはまた別に文科省の方でデータベースをどうにかしようというプロジェクトが、まあ、走っていて、そのいわゆる生物の問題をコンピューターで解くバイオインフォマティクスっていうその分野においてこの2つプロジェクトが走った形になるので、じゃあそれを統合しましょうって言って、こちらのもともとあったバードっていうのが NBDAC に発展的改装して、でまあこっちであのメインのプロジェクトをやって、で僕らはそれのまあコラボをするというような格好になってまして、でも私はこっちの DBCLS の方の人間なんですけれども、
いつもこの説明をするときにちょっとあのいい例が分かんないですけど、こういう説明をするんですけど、こちらの NVDAC の方はなんちゃらホールディングスで、まあ、その全体の統括だったりとかプロジェクトの管理をやっていると。で私らの方はまあ銀行で実際 の, そのお金を扱うようなその業務をやっていると。だから今回でいうと、まあ、こっちの方がプロジェクトの全体的な管理をやっていて、で僕らはデータベースのデータベースを扱ういろんなまあ開発活動だったりとか、そのサイトの作ったりとかチュートリアルムービーを作るみたいなことは、まあ、僕らの方でやってるという感じになっています。で、私の後にしゃべる望月さんはこっちの遺伝研にある DDBJ っていうところに、まあ、おられるんですけど、ここは、まあ、ここは皆さんご存知かもしれないですけど、まあ、アメリカに NCBI っていう、まあ、バイオヘマティクスラっていうところがあって、ヨーロッパにエンブル EBI っていう同じようなところがあって、で、あと日本の、日本では三島の遺伝研のその DDBJ というところがこうコラボをして3つでこうデータを集めるっていう仕事をしてます。で、ここの DDBJ と DBCS っていうのは実は親の組織が一緒でして、まあ、そういう点でここはこう、まあ、コラボをしてるわけですけど、DDBJ はデータを集めるっていうのは仕事でして、で僕らはデータベースを使ってもらう、まあ、再利用するっていうこういう感じですね。ツールとかデータのリサイクルっていうのが僕らの仕事になっているというような関係になっています。で、まあ、私 の, あの過去の話なんですけど、一発目にあの森岡さんが割と仰々しい説明をしていただいて、なんかどんな人間が来るんだろう今日はみたいな感じにあの皆さん受け取られたかもしれないですけれども、私学生時代あの実験ピペットを持って実験をしてたあの方でして、今日しゃべる今回しゃべるのは結構みんなそういうこういうもともとウェットでしたっていうような感じの人が多いと思うんですけども、もともとその浸透圧調節とか、イオントランスポーターのクローニングみたいなのを学生の時にやってました。でその後、実験に挫折をしまして、でバイオインフォマティクスバブルに乗って NEC っていう、まあ、IT 企業 の, そのバイオインフォの部署に就職をしまして、まあ、ソフトの開発などやってたんですけれども、まあ、5年経ったらですね、あのバイオインフォマティクスバブルが弾けまして部署がお取り潰しになって、全く違う営業のところに飛ばされてですね、実はあの厚労省の、まあ、こういう IT 企業だと官庁営業っていう官庁向けの営業さんがいるんですけど、その営業さんが行っても技術的な話ってよくわからないので、そのバックアップを しながらパワーポイントを作るっていうことをやっていて、で当時はあのまだ地デジ化されてなかったのでアナログ派だテレビがアナログ派だったんですけど、地デジになったらアナログの電波が開くからそこをどう使いましょうかとか、救急とか消防の無線で使ったらいいんじゃないかみたいな提案をこの辺でゴニョゴニョして腐ってたところに、まあ、この今いる DBC レースができまして、ちょっとお前腐ってないで来いって言われまして、あのじゃあ行きます行きますと言って2007年9月に移ってもう 7,8 年経つというような感じでございます。で学生時代どんな実験生物を使ってたかというと、こいつでして、これ今話題の絶滅危惧種で話題のウナギなんですけども、学生時代はですねウナギの海水適応機構っていうのをやってました。でもともと部屋が血圧調節の部屋だったんですけど、手法としては分子生物学だったので、まあ、血圧調節を分子生物学っぽく言うとイオン濃度調節になるんですけど、イオン輸送とかですね。で、まあ、こういう血圧調節を見るのに例えばマウスとかを使うとしょっぱい食事を与えないといけないんですよね。でそうすると、まあ、例えば皆さんにしょっぱい食事を食べてくださいって言っても嫌ですよね。だからマウスも嫌でナトリウムとかこういうしょっぱい食事を食べさせようとするんだけどあんま食べてくれないわけですね。でしかも当然皆さんご存知だと思うんですけど、ホメオスタシスがあるからちょっとぐらいしょっぱい食事食べてもそんな変わんないわけですよね。
なのでもうちょっと何かいい系がないかっていった時に、まあ、うなぎを使ってたんですけど、うなぎっていうのは鮭とマスと鮭とかマスと同じで海水と淡水両方いける魚なんですよ。そうするとここにまあイオン の分布がありますけど、まあ、当然海水だとえらいしょっぱい食って、で淡水だとまあ水っぽいので、淡水だと水が入ってきてイオンが出ると、で海水だと逆で水が抜けちゃってイオンが入ってくると、でその切り替えをどうやってやるのか、でそれが遺伝子レベルでどう動くのかっていうのことをまあやっていたという感じでございます。で、まあ、私が追っかけてたのは硫酸イオンの輸送に関してで、まあ、このイーサルトって、まあ、イーはうなぎはイールっていうのでいいですけど、イーサルトって勝手に名付けた遺伝子を追っかけてたらどうやら膵臓と腸に多いらしいっていうのがまあ分かってですね、でうなぎを淡水か海水にポチャッとつけると、まあ、ちょっとここ色あせてますけど、6時間を1日2日7日ってやるとちゃんと増えますよっていうのがちょっと汚いデータなんですけど、まあ、出てると。でモデルとしては、まあ、こっちが腸の中でこっちが血液ですけど、こうずっと流れてくると、うなぎってですね、海水に入れると腸の最後の方でこう白い塊ができる、まあ魚類生理学の人はケーキって呼んでたんですけど、こういう沈殿ができるっていうのは1950年代に知られていて、で一応その硫酸トランスポーターを追っかけてたんですけど、どうやら重炭酸イオンを輸送するらしいということが分かって、でそうすると重炭酸イオンをこの腸の、まあ、中に、送り込むと、でカルシウムとかマグネシウムと結びついて沈殿して、そうすると浸透圧が、低くなって水っぽくなるから水が吸収できるんじゃないかっていうのを、卒業する1ヶ月前にモデルを作りまして、後輩によろしくって言って、まあ、卒業した結構悪い人間なんですけど、まあ、こんなことをまあ学生時代やってたんですけど、長ったらしい自己紹介でしたが、まあ、要するにそのデータベースのなんかプロが来たというご紹介をいただきましたけれども、もともとその実験を私もやっていて、でいろんなその呪文の使い方っていうのは、まあ、会社に入ってから覚えた口なので、割とやる気さえあればできますので、そんなにビビらずにやっていただけたらと思いますという感じです。で、まあ、だんだん本題に入ってくるんですけど、ちょっとアンケートを取りたいと思うんですけど、まあ、私次世代シーケンサーの話をするんですが、実際に実験してるかデータの解析をしてるか、まあ、やってみたいっていうような3つの項目でちょっと聞いてみたいんですけど、実際に NGS、次世代シーケンサーを回してデータを取っているという方ってどのくらいおられますか。ちょびちょびおられますね。そしたらデータの解析をやっているという方は、ちょっと増えましたね。やってみたいという方もだいぶおられ、ありがとうございます。はい、じゃあ本題ですけど、まずその次世代シーケンサーとは何ぞやというような話をしたいと思います。で、まあ、シーケンサーってぐらいなので、その DNA とかの配列を決めるというような機械でございます。で、まあ、私が学生やってた頃っていうのは、こういうゲル板、電気営動式のゲル板で70何センチ のガラス板に、アガロスだっけなんかそういうこうの挟みまして、で上にアプライをして2000何百ボルトの電気で電気をかけて、で、まあ、こう電気エイドをして、で、大ターミネーター法っていう、要するにたまに出落ち比のを入れて反応が止まるようにしておいて、でその長さでこう分けるというような感じの、まあ、電気エイド式のものをやっていたわけですね。で私はその蛍光のやつでこう電気エイドやってたんですけど、もっと昔だと RI でやってまして、そうすると X 線フィルムでこう焼いてたわけですね。映像して、でそれを X 線フィルムで挟んで感光させて現像して、で、まあ、GATC4、つで1セットなんで4つぐらい例えば切って、でその後、まあ、配列を決めなきゃいけないので GATC に直すわけですけど、そのフィルムを相方に渡してちょっと読めと。で
この場合だったら下から TACGAG っていう感じで隣で読み上げてたわけですね。でそれを私はこう書き取ると。でこういうその配列決定するときにベースコールっていうんですけど、それはこういうところが来ていて、実際にその配列をその隣の人がコールするのをこっちで書き取ってたからベースコールっていうような感じになってます。で、その後まあ2000年ぐらいにゲノムがバシバシ決まる頃になるわけですけど、その時はキャピラリ式っていうので、まあ、読んでたわけですけど、これはまあ細いガラス管にそのやっぱり大出口とかでこう反応止めたりとかして、でチューって吸いながらレーザー当てながら、見ていくわけですね。でちょっとこれ波形が小さいんですけど、まあ各々のそのエンジンに対応するものが光るので、それをディテクトして、それをまあ GATC の、DNA の配列に直すと。で、その後まあ実際シーケンサーと呼ばれるものがこう出てくるわけですけど、これはガラスの板があって、そこに、まあ、短いというか今だと200とか300とかですけどのその長さの、読みたい断片がこう植わってる感じになってます。でそこでこう重合させていって、1塩基伸びたらパッと光るんですけど、その光る瞬間を合わせてですね、で光ったらパシャと、でまた1塩基伸ばして光ったらパシャっていうようにすると、これ同じところ何回も何回も光、1ベースずつ伸びるためにこうパシャパシャやるわけですけど、で同じポジションをずっと見てると、まあこのイメージで言うと、その塩基によって光る色が違うから、何色で光ったかっていうのを、そのずっと同じポジションを見てると塩基に直るという仕組みになっています。でこの点がたくさんありますけど、これは非常にごくごく一部であって、30億ぐらいかなぐらいのその塩基が埋まっているので、その30億箇所だと30億箇所どう光ったかっていうのをこう見て、写真から判断をして、で30億個のこういう、まあ、文字列っていうんですかね、その DNA 断片を得るというような仕組みになってます。でちなみにそのサイズですけど、私がやってたこの電気映像とかだと、1回750ベースぐらい読めて、で48連あるんだけど、それは、ATDC で4つで1セットだから、750×12 で9000っていうような計算になるわけですね。で、こっちのキャピラリ式だと大体500、読めたら500ぐらいいけるんですけど、でこれが96連だから4万8000かな。でこっちの NGS だと、今ここに36って書いてますけど、これはだいぶ古い数字で、今だともう100とか300とか、ものによっては8000ともありますけど、これが、これもやっぱりここもいろいろ動きますけど、この場合だったら30億でやったのかな、3億かな、まあ、その300メガぐらいの、まあ、要するにたくさんこの点があるわけですけど、読むところがあって、でそうすると今までキロベースだったのが急に桁が上がって 10.8 ギガベースっていう、もう桁がどのぐらいだったかな、だいぶ桁が上がるような、8桁9桁くらい上がるような、そのスループットが出るというような仕組みになっています。なので今はだいぶ追いついたんですけど、昔だとこっちは割と長めのをちょびっと読むと、でこっちは短いのたくさん読むというような違いがありました。でこうやってですね、 NGS って言いますけど、名前がですね、まあ、NGS ってネクストジェネレーションとかニュージェネレーションシーケンシングで NGS で、日本語でも、それをまあ日本語訳して次世代シーケンサーとか新型シーケンサーっていうふうにまあ呼んでたわけです。ところがですね、ここに新しい昆虫採集案内という本があるんですけど、これ昭和46年に出て52年に改訂されて、52年って私が生まれた次の年なんですけど、もう40年ぐらい前の
本なんですね。で、この新しい昆虫採集案内の後に新しい、さらに新しい昆虫採集案内出てないんですけど、全然ちっとも新しくない新しい昆虫採集案内みたいなことになるわけですよ。だからこういつまでもネクストジェネレーションとかニュージェネレーションなとか言ってると、もう全然ニューじゃねえだろみたいなツッコミが、私も論文書いたんですけど、レビューアーから来たりするわけですね。で、じゃあどうしましょうかっていうときに、マッシブリーパラレルとかハイスループットシーケンシングっていうような、ハイスループットも将来全然ハイじゃないだろうと思うんですけど、一応まあハイスループットシーケンシングみたいな、名前を使いましょうみたいな感じになってるわけですけれども、この NGS っていう略語だけはもう一人歩きしてだいぶこう、メジャーになってみんな使うようになったので、まあ、ハイスループットシーケンシングとかマッシブリーパラレルシーケンシングで、まあ、一応ネクストジェネレーションシーケンシング NGS と言われてますよみたいな感じで、まあ、論文とかで私は書いたりしているわけですね。でこの辺の名前とかですね、そのどんな原理かっていうのをちょっとご紹介しましたけど、まあ、こういう NGS って実はいろいろ機械がありまして、今割と使われてるのがですね、このイルミナ社のハイセックっていう、こんな感じの、これ僕らのところでですね、統合ピクチャーギャラリーっていういろんな生物だったり臓器だったりこういう機械だったりをイラストにして皆さん使ってくださいってなっていて、そこから持ってきたんですけども、まあ、こういうハイセックとかいうのが割と世の中では使われています。で、やっぱり同じイルミナ社でマイセックっていうのがありまして、違いはこの後ちょっと述べますけど、まあ、他にまあマイセックというような機械があったりとか、あとはそのイオントレントとかパックバイオっていうような、まあ、機械が割と今は使われている感じですかね。で、パックバイオはちょっとイラストがなかったのでこのサイトでご紹介しますけど、これトミーデジタルバイオロジーって、まあ、このパックバイオの機械を日本で売っている会社のサイトですけど、普通のですね、ハイセック、マイセックは、まあ、マイセックは特にですけど、デスクトップ型っていってこういう、まあ、机に乗るようなサイズですね。でハイセックもどんぐらいかな、このまあ私が喋ってるこの円台に楽々乗るぐらいのサイズの機械になってます。でも、パックバイオはここに人立ってますけど、でこの後ろにデーンと鎮座してるのがパックバイオで、私は密かに日焼けマシンって呼んでるんですけど、まあ、そのぐらいのサイズ のでっかい、しかもやたら重い機械で、例えば導入しようとすると、建物の上の階に置くと床が抜けるので、1階に置かせてくださいみたいな感じのノリの機械だったりします。はい、で規模の話もしまして、で、NGS ってですね、結構いろんな使われ方をしております。はい、これは細胞工学っていうので次世代シーケンサーの本が出た時 のものから取ってきてるんですけどそれの孫引きかな、なんかそれが載ったところからさらにコピーして持ってきた感じですけど、例えば大きいところでいくと、この真核生物ゲノムとか、まあ、この辺がゲノム読みたいっていうやつですよね。であと、RNA-seq とかトランスクリプトームとかそういう発現を見たいっていうような使われ方もするし、あとは、まあ、例えばそこのお堀の水をチャポッてやってきて、その中にいる微生物がどんななってるかとか、まあ、人のその皮膚にどんな菌がいるかみたいな、そういうメタゲノムって言いますけど環境ゲノムですね、そういうのをまあ見たいっていうような使われ方もしますし、あとはそのスニップ解析をまあこれでやるとい
というような使われ方もします。で、全体のそのゲノムを見たいってなると、まあそのゲノムの全領域をカバーしないといけないので、たくさん読まないといけないし、で発音を見たいときは、そのいわゆるコーディングのところだけ、まあ、あればいいので、そこを、まあ見ればいいのは、まあ、ゲノムよりはちょっと必要なリード数は少なくて済むと。で、微生物だったらさらにもうちょっと少なくて済みますねっていうのが、この表で、書かれているわけですね。で、それによってシーケンサーも使われ方がちょっと違っていて、こっちの横がリード長ですね。だから長く読める。で、こっちがリード数で、パラレルでいくついくかっていうことですね。そのさっきの、スポットの数がどんだけ多いかっていうのをこう見てますけど、こう使われて一番使われているハイセクってここに対応するんですけど、だいたい100ベースぐらいで、ちょっとどのくらいパラでいけるか、失念しましたが、かなり読めると。で、マイセックだとちょっと長い300ベースぐらいなんだけど、そのスポットの数がちょっと少ないと。だから、ものによっては何回かマイセックをかけないと、マイセックでかけないとそのデータが揃わないとかいうことになっちゃうので、それをハイセック使わないとダメだねみたいなのが、まあ、たまにあったりするわけですね。で、バックバイオっていうのはそもそもその読み方の原理が違ってて、8000ベースだったかなくらい読めるんですけど、ただあんまりその一度にパラレルでは読めないと。ただ長く読めるので、こういうハイセックとかで読むと、その短いのをつなぐっていう作業がこの後出てくるんですけど、そのつながらない穴が開いちゃう、ギャップが入っちゃうっていうところも、あとそれは読みにくいからっていうことなんですけど、パックバイオだったらずっともう読み切っちゃうので、8000ベースぐらいあればその全体的につなげられるっていうのが感じで、今はこのパックバイオと例えばハイセックとこうお金があれば両方やってみて、で両方のデータを組み合わせてそのデータの解析をするみたいなことに、使われ方もまあだんだん出てきたりしています。で、そのデータベースの話でございまして、で、じゃあその世の中の次世代シーケンサーで読んだデータっていうか、そういうのはどうなってるかっていうことなんですけれども、まあもうちょっと一般的にデータベースの話をすると、まあ私が学生の時はあまりそのまだデータベースのデノジも私も知らなかったですけど、この2つのウェブサイトはよく使ってました。で、1つはパブメドって論文を検索する、まあ、これ両方 NCBI の、 サービスですけど、パブメドっていう論文を検索するサイトですね。で、あと私の部屋クローニングの部屋だったので、さっきのゲル板でシーケンス、まあ、この場合うなぎですけど、うなぎのシーケンスを決めて、でその出てきた配列をこのブラストっていうので、どんな遺伝子と似てるだろうかっていうのをこう検索をしていました。要するにこれどういう作りになってるかっていうと、まあ学生時代の私のように、例えばうなぎだったらうなぎで、まあ、何かのクローニングをして遺伝子の配列を決めると、NCBA だったり EBI だったり DDBJ にこう登録をするわけですね。そうすると、おのおの、まあ、ジェンマークとかヌクレオタイドっていうのとエンブルっていうのと DDBJ っていうような、まあ、これお互いに交換し合ったので中身一緒なんですけど、こういう塩基配列のデータベースに登録されるわけです。で、ちなみにこれを整理するとアントレジンっていう、まあ、例えばこれはどんな遺伝子ですよっていうような、ものがまた別に別途まとまったデータベースってなったりしますけれども、でこういう塩基配列のデータベースに対して検索するのがこの場合だったらブラストで、で自分の、配列を入れて、でこういうデータベース中のものを相手に検索、似たような配列を検索してくるっていうような仕組みになってたわけですね。で、文献だとこれはまああらわに研究者がやるわけではないですけれども、雑誌社の人がこの NCBI に登録をするとソラメドラインっていうデータベースに入って、でそれを検索するのが
パブメドだったり、これはアブストラクトだけですけど、全文読める PMC、まあ、昔のパブメドセントラルっていうデータベースで、こういう文献のデータを検索するっていうような仕組みになっているわけです。でそうすると NGS も同じで、研究者が次世代シーケンサーを使ってデータを出すと。でそれを登録すると SRA、まあ、これは後説明しますけど SRA っていうようなデータベースに入りまして、でそれをサーチする部分があるという感じになっています。まあ、要するに世の中で次世代シーケンサーで読まれたデータっていうのはだいぶこの SRA っていうデータベースに登録がされていて、皆さんはそのデータを利用することができる立場にあるということになっています。まあ、こういうのは全部無料フリーでやられているという感じですね。でその SRA っていうのは、シーケンスリードアーカイブの略です。で、もし仮に長く NGS のことを見てる方がいらっしゃったら、あれショートリードアーカイブじゃないのって思うかもしれないんですけど、昔は確かにショートリードアーカイブで SRA だったんですけど、先ほど説明したようにこのショートリードの頃は36ベースがなんちゃらとか言ったのが、今は100とか300とか8000とか出てきたので、それは全然ショートではないですねっていうことになって、シーケンスリードアーカイブっていう、まあ、頭は変えないようにこう長いフォームの方を、まあ、変えたというような経緯になっています。で、これもさっき説明したのと同じように、 NCBI と EBI と DDBJ で NGS のデータを集めて、で僕らの方でそれを使ってもらうっていうようなことを、まあ、やっているわけです。でじゃあどのくらいあるのかって言いますと、このグラフは2010年の11月から今年の1月までのグラフですけど、だいたい今プロジェクトの数でいうと5万2000ぐらいのプロジェクトが入っています。これはトータルですね。でちなみに最初私このグラフ2010年11月から見てるんですけど、2010年の11月段階では3600でした。で1年後どうなったかというと、2011年の11月にはこの倍で7200になってます。でその1年後は7200の倍で1万4000という感じで、だいたい1年で前の年の倍になるようなペースでこの件数が増えているという感じになっています。でさっき言ったように、これトータルですけど、ホールゲノムとかトランスクリプトームとか、これ何だったかな、その他かな、まあ、一番がそのゲノムの数が多くて、次が発現の、データが多いというような感じになってまして、でこれは件数なんですけど、これちょっと薄くて見にくいんですが、塩基数でいうとここにあるんですけど、3の後ろに桁が15個かなつくような 3.3 ペタベースだから3300兆であってるかなぐらいの塩基数がもうここに入ってると、皆さん使える形になっていますと。で、ちょっと今嘘言ったんですけど、っていうのは、今日は私の前に箕輪が喋ってますけど、その時に人のデータがの登録の話がちょっとあったと思うんですけど、人のデータで、このデータはコントロールドアクセスって言うんですけど、その許された人しかアクセスできませんというデータが、まあ、この 3.3 ペタベースにはちょっと含まれていて、で実際に使えるのは 1.7 ペタベース、このオープンアクセスベースに使ってますけど 1.7 ペタぐらいの、まあ、それにしてもいいですよね、1700兆塩基対ですか、塩基か、塩基だから多いんですけど、そのくらいのデータが、まあ、自由に使えるような状態になっているという感じです。で、日本だと JGA っていうのがあって、コントロールアクセスのデータがまあここに入ると。で NBDAC、 先ほど喋った箕輪のいる NBDAC が受付をして、で DDBJ でこの JGA っていうのを運用していて、そこから、アクセスできるような、ちゃんと許された人がアクセスできるような形になっているわけですね。で、今言ったようにここですね、日本だと DDBJ が NGS のデータを集めてますので、 DDBJ のサイトに行くとこのデータの登録っていうようなことができるようになってます。
割と熱心に登録のサポートをしてくれますので、まあ、当然日本でやってますので、日本語でやり取りもできるので、まあ、皆さん NGS でデータを出しましたらですね、ぜひ登録していただけたらと思うわけでございます。一応大体喋ってますよね、はい。でじゃあそのこの SRA っていうデータベースには何が入っているのかと言いますと、まあ、当然その NGS で出たデータっていうのが入っているわけでございます。で、そのデータは、形式で言うとファスト Q データっていう形式で登録がされています。でファスト Q データってここに書いてあるんですけど、4行で1セットになってます。で1行目はこの配列が何であるかっていうタイトルが書いてあります。この場合だったら、まずアットマークを書いて、その後 DRR001107 っていうような、ID が振られた配列がこれですね。で、2番目がこれよく見ると G と A と C と T が、まあ、本当はここに A のが出てくるんですけど、 GATC が主に出てきますけど、これが実際に NGS で読まれた配列です。でも3行目はまあ、なんかよくわかんないですけど、とりあえずプラスって書いとけっていうことが書いてまして、で4行目に謎の文字列があります。で、これちょっと右を切ってるんですけど、この2行目と4行目っていうのは文字数が一緒になってまして、っていうのはこの2行目 の読んだシーケンスのクオリティを記号でもって4行目で表していると。まあ、この記号の意味は知ろうと思えば知れるんですけど、それは機械で処理すればいいことですし、あとこれがもう 何億とか何千万ぐらいのセットがこうダーッと続いてますので、まあ、とりあえず4行目にクオリティが書いてあって機械で処理できるような形になっているんだなっていうふうに思ってください。まあ、要するに原理的には例えば100ベース読みますと言っても150とか200とか読もうとまま読めるわけですけど、だんだんその伸長反応ですから下手っていうわけですね。まあ、PCR と同じでこうだんだん下手っていくので、そのここにクオリティが書いてあって、でそこでまあ足切りをする形になっています。で、まあ、メインのデータはこれなんですけど、ファスト Q データっていう実際に機械から出たデータが載っているわけですけども、それとは別にメタデータって呼ばれるいわゆる実験情報のデータが載っています。で実験情報って何かっていうと、どういうプロジェクトなのかとか、どういう生物種なのか、シーケンサーは何を使ったのかっていうようなことが載っているわけですね。で流れだけ言うと、まあ、自分で読んだでもいいですし、こうやって、SRA のデータベースを検索してきてダウンロードしてきたとかでもいいですけれども、でその後実際に、そのデータが使えるかどうか、まあ、昔はそのシーケンサーがですね、あんまりその性能が良くないとみんなが言っていたので、その要するに最初の画像が、最初のデータが画像で、そこからシーケンスに起こしているので、その画像のデータが悪いとですね、シーケンスがあんまりこういいシーケンスのデータに変換できなかったということがあったので、まあ、特にそのクオリティチェックっていう工程がありまして、まあ、何ベースぐらいとか、どのくらいの読んだ中でどのくらいのデータが使えるのかっていうのは、処理がされてました。でその後、まあ、主にはこのマッピングっていうのをやるんですけど、まあ、ここから先は目的別でだいぶ変わってくるんですが、まあ、例えばこの発現量解析でいうと、全体のどこの遺伝子の発現が多いか少ないかなので、こうゲノムの配列、これリファレンスって言いますけど、リファレンスのゲノムの配列があって、でそれに対して読んだ NGS のデータをこうどこに当たるかっていうのを貼っつけていくわけですね。で貼っつけていくからまあマッピングなんですけど、でゲノムもまあ似たようなもので、例えば禁煙のゲノムに対してこう読んだものを貼っていくか、もしくはそういう、正解セットなしで、もう最初から
端っこと端っこを見ながらこの辺が合いそうだなってジグソーパズルしてこうつなげていくデノバアセンブルっていうやり方もありますけど、ゲノムだったらそういう感じのやり方ですね。で、他にスニップ検出だと、まあやっぱり同じにマッピングをしてリファレンスの例えばゲノムに対してリードを貼っていって、でそれに対してどこがバリエーションが入ってるかっていうのをこう並べてみるというような流れになっているわけです。じゃあ、ですね、実際にどうなって どういうデータベースになっているのかっていうのをちょっと見ていただけたらと思うんですけれども、 DDBJ の、方で、NGS のデータのサーチのサイトっていうのがあります。でさっき NCBI とヨーロッパの EBI と日本の DDBJ で、データ集めてますって言ったんですけど、この3つでデータの交換をしているので、まあ、例えば NCBI に登録されたデータっていうのも日本の DDBJ から見ることができます。で NCBI も EBI も DDBJ もおのおのその NGS の、まあ、SRA のデータに対する検索のサイトは持ってます。なんですけど、そうすると普段 NCBI を使うから NCBI のサイトに行こうかなと思うんですけど、 NCBI のサイトに行ってはいけませんっていうのはですね、 NCBI のサイトって非常に作りが悪くて、私いろいろその NGS のデータを見たところから NCBI のサイトを見てるんですけど、いまだに使い方がよくわからないぐらい全然使えないサイト で逆に DDBJ の作ってる DRS サーチっていうのは非常にすっきりしているので、ぜひこっちを使っていただければと思います。でじゃあ実際にこのトレース DDBJ ニング ACJP の DRS サーチかな、これ合ってるかな、あこれネットが切れてた、こっちだったかな、いくとですね、なんかいくとこういうインターフェースになるはずです。大丈夫ですかね。そしたらですね、ここの上のところに、いろいろ入れられるところがあるんですけど、まあ、今回の例だと例えばこのキーワードにバリエーションって入れてみてくださいっていうような例を確か紹介してたような気がしますが、そうですね、こうバリエーションとか入れてみてやると、表が。クリックするとちょっと今私もネットにつながってないので、裏で準備してますけど、ここに下に表が出るんじゃないかと思います。どんなものがあったかっていうような表が、出ると思います。よし、ネットきたかな。まだ繋がってないかな。はい、こう来ました。でそうするとここにフィルターアドバイでやってるかな、フィルターアドバイっていうセクションがここにあるんですけど、ドキュメントタイプと生物種の欄があって、もう生物種の欄はパッと見て分かりますよね。で、まあ、一応今バリエーションってやってるから人のデータにしようかなって、このホモサピエンスっていうのをクリックすると、下がですね、人のデータだけになってます。よく見るとここに生物の絡みもあるんですけど、ここがホモサピエンスだけになってるという感じです。
あと絞り込みでドキュメントタイプってあるんですけど、この場合はですね、何も考えずにスタディっていうのを選びましょう。でそうすると、ここのスタディタイトルっていうところにどんなデータかっていうのが、ずらずらっとリストがこう出るようになってまして、まあ試しにどっかクリックというか、このスタディっていうカラムの、SRP とか ERP で始まるようなところをクリックすると、こんな感じの、データとかページが出ると思います。で、説明書きとかもこう読めて、まあ、どんなタイ、どういうプロジェクトで読まれたデータ、捉えたデータですよとか、その説明書きがここにこう書いてあると。で、実際にデータを使いたいときは、この右側に、何やらありまして、ファストQっていうところをクリックすると、さっき説明した4行1セットのがたくさんあるファストQファイルっていうのがダウンロードできるようになっています。一応もう一回言うと、最初ここに、まあ、今バリエーションとかで絞ってますけど、他にまあいろんなもので絞り込みできますが、そうすると下にリストが出てきて、で生物種とかドキュメントタイプは とりあえずスタディを選んでくださいって言いました。でそうするとどんなプロジェクトがあったかっていうデータのリストが出てきて、でこのスタディっていう SRP とか ERP とか DRP で始まるところをクリックすると、こういう実際の個別の詳細のページに行きますと。でここにファストQってずらずらっと書いてあると思うんですけど、ここをクリックすると、今やると大量のデータがダウンロードされるのでやらないでくださいね。実際のデータがダウンロードできる形になってます。で、実際にやられた方でよく自分の画面を見てもらうと、このファストQがグレーになっていて押せない人も結構いると思うんですけど、それはですね、このファストQってデータ非常に大きいんですよ。なので管理してる側からすると、データ量が多くてディスク逼迫するんで、もうどん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 ディスク増設しないと立ち行かなくなっちゃうんですね。なのでファストQよりもっとこうデータを小さくする SRA っていう形式で圧縮をして、その SR 形式で置いてあるという場合がありまして、そうするとこのファストQがないっていうことが多々あります。でこの SRA 形式っていうのは、まあ人では読めない形式なんですけど、まあ何やらツールをかけると、もともとのこのファストQっていうものに戻して、でまあ実際の解析を行ったりとか、あとまあツールによっては SRA そのまま読めるものもあるかもしれませんけど、まあ、そういうこう、まあ、とりあえずデータのダウンロードはここからできるという感じになっています。でこれだ、これは、はい、で SR を検索してみましょうとなりまして、でじゃあそのなんでスタディっていうのを選んだかっていうのが、これの SRA っていうデータベースのデータ構造がこれになってますけども、これいわゆるメタデータの説明書きですね。で本当はこれちょっと古いバージョンなんですけど、理解のためにはこっちの方がいいので、あえてこっちを出してます。で、今見たこのスタディっていうのはプロジェクトに対する説明書きなんですね。で例えば1000人のゲノム読みたいって言ったら、1000人読みますっていうプロジェクトが1個立つわけです。で1000人読むってことは1000人人がいるから、そのサンプルの情報っていうのはまた別にあって、このサンプルっていうところに、人で、まあ、例えば日本の人でとかいう日本人でみたいなことがこうサンプルの説明書きとして書かれると。
で、1000人読みますだったら1000人分の実験するので1000のエクスペリメントがあるわけですね。で、どんなシーケンサーを使ってでどんな酵素を使ってとか、どんな実験をしましたっていうのがここに書かれるわけです。でそれに対して、1000人分の実際のデータが出るのでファスト休憩式でね、その説明書がこの欄とかに書かれて、そのデータ全体に対して解析を行ったらさらにアナリシスっていうのがつきまして、でこれ全体で一つの登録ですよっていうサブミッションの ID がつくと。なのでさっきそのエクスペリメントとか、スタディ、サンプルっていうのはドキュメントタイプっていうところに実は載っていたんですけど、バリエーションっていうものがこういう実験だったりとかサンプルのところに書かれてても、それは個々のデータであって、全体的にそのバリエーションについての研究のデータを僕らは取りたいっていうことがもう大多数ですので、なのでこのプロジェクトを表すスタディっていうのでドキュメントタイプを絞ってくださいっていうような説明をしました。でさっき NCBI は非常に使いにくいって言ったのは、こういうスタディもエクスペリメントもサンプルも全部一つのリストに出てきてて絞り込みが非常に難しいんですね。なのでこう本当に慣れると、あこれスタディだからこれは見なきゃダメだなっていうふうに分かるわけですけど、それにしても非常にノイズが多いので、なので DD ウェジを使ってくださいっていうようなことを言ってます。でこういうその実験情報をメタデータって言いますっていうのを説明をするんですけど、まあ、非常に分かりにくいのであえてさらに説明をしますけど、今日は水曜日だから飲みに行くか分かんないけど、よくこう金曜日終わった後飲みに行ったりするわけですね。で私の職場の人割とワインが好きなんですけど、例えばワイン飲めるような店に行ったりするわけですよ。でそうするとワインくださいって言うと、今日はこれとこれとこれとこれがありますけどどうしますかって例えば店の人がこうボトルを並べるわけですね。でそういう時にまあどうしようかなって思うわけですよ、飲む方はね。でじゃあどうするかっていうと、まあ、例えば名前がソレイユなんとかとか、赤ワインでワイナリーは山梨の朝日洋酒っていうところ でなんかブドウの品種はピノノワールドベリエーデとか2012年できてっていうこういう説明書きをこの瓶をひっくり返してみるわけですね。でこういう説明書きがいわゆるメタデータで、このワインのについての説明書きのところです。なので、まあ、例えば日本の赤ワイン飲もうかなみたいな時にはこういう説明書きを見て選ぶわけですね。これがまあメタデータによる選択、今やったバリエーションで、スタディタイプでみたいなところはまあこういうところですね。でそれとはまた別にこのワインそのもので、まあ、赤で 重めじゃないのがいいなっていうようなことを言うわけですけど、それはこのワインそのもののクオリティで判断しているので、いわゆるこれが中身のクオリティによる足切りになるわけです。で、まあ、今ちょっとこの SR の検索っていうのをチラ見してるんですけど、この SR の検索ってちょっとつらいところがあって、っていうのはさっきというかちょっと前に言いましたけど、いろいろ目的があるわけですね。そのゲノムのデータも入ってるし、発現のデータも入ってるし、エピゲもあるし、メタゲもあるとかなので、例えばキーワードで検索ペッてするとその微生物のメタゲノムとあと人のなんか発現とこうごっちゃになって出てきたりするわけですよ。で自分は例えばスニップ解析したいのにこうメタゲノムのデータとか出てきても困るなとか、いうことになったりするわけですね。であとその生物も人とかマウスとか微生物がわーっと出てくるので、こういうところで割ときれいに絞り込めると自分の見たいものがすっきりこういけるわけです。でそこで、DD ビジのサイトも非常にいいんですけど、僕らの方で、SR のデータを分析してこういうメタデータの、まあ、傾向とかから見られるようなサイトを作ってます。でそれが DBCLS SRA っていうようなものなんですけど、
ここにあるかな。実際のサイトがこれでございます。で、まあ、中身は大体同じなんですけども、ちょっと小さいな。例えばゲノムだけ見たいんだったら、ここのタイプのところでホールゲノムってやると、ゲノムのだけに行けたりしますし、あとはそのシーケンサーによってデータの、サイズだったりとか傾向が違うので、ハイセックのデータだけにしたいとか、そういうシーケンサーで絞り込みたいっていう要望があったりするので、それでまあ絞り込めたりとかいう感じになってまして、よいしょ、その辺を一括にですね、こうやって例えばトランスクリプトームのイデミナハイゼックのデータってやると、1400のプロジェクトがあって、大体 3.6% 全体の 3.6% ぐらいですよっていうようなデータが出まして、でちなみに、タイプでいうと全体の 12% がトランスクリプトームで、プラットフォームでいうと全体の4分の1ぐらいがハイセック2000のデータですよっていう傾向が、まあここで見られるっていうような形になってます。で、実際の中身はここにビューオールっていうボタンがあって、でここに行くとどういうデータがあるかというようなことがリストとして出てきまして、でここから例えばですね、このコラムが何であるかという説明書きがここにあるわけですけども、これでソートもできますし、あとここの今生物種のところで、でもホモサピエンスって打ち込むと、もう自動的に何もボタンを押さずに下が絞り込みできるような感じのものになってまして、ちょっと今これをバージョンアップしている最中なので、たまに遅くなったりしますけれども、まあ、なるべく皆さんが使いやすく、できるように、頑張っているという感じでございます。それで、一応今みたいな検索だとさっきの DTBJ とあんまり変わんないなと思うんですけど、もうちょっと別の角度から検索するっていうのもやってまして、でこれずっと下に行くとホットパブリケーションズっていうのがあったりしますけど、ちなみにここで消されているのはもう1年ちょっと前に出た神戸方面から出たもののデータですけど、論文がリトラクトになったので線で消されてますけど、ここの右側にパブリケーションリストっていうのがあって、これかな、NGS のデータって非常に大きいので、例えば一昼夜かけてダウンロードするなんていうことが昔はあったんですね。で、今だいぶ早くネットのインフラも整ってそれなりに早くはなったと思うんですけど、それでもまだちょっとなかなかパッとは落ちてこないわけです。で、落ちてきたデータを眺めてみたら非常にクオリティがおかしかったってなると、もうなんかせっかく一昼夜かけて落としたのにって精神的ダメージがあるわけですね。なので、なるべくそのいいデータを最初からこうアクセスしたいっていうことがあるわけですけど、そのためのこれは間接的な方ですけど、一
つの助けとして文献がある NGS データのリストっていうのがここに出てるわけですね。なので要するに文献が出るぐらいクオリティはそれなりにあるだろうっていうような、データがまあここで見られる形になっています。でこっちの左側の方が文献の情報で、例えばゲノムバイオロジーに出たなんとかっていう論文ではこの SRH83452 っていう、右側に行くとそのデータのタイトルも見られますけど、こういうデータについて述べてますよっていうのがこれで分かりまして、でざっくりしたところでは例えばゲノムなのかとかトランスクリプトムなのかとかいうところだったりとか、あとイルミナの例えばハイセックのデータだけに絞り込むみたいなこともこうやってできるわけですね。であともう一つですね、病気から絞るっていうのをちょっと試みでやっていまして、さっきお見せしたのは文献のリストなわけですけど、文献から疾患のワードを抜き出してきて、その疾患のワードでまとめたもので、このデータにはこの病気について述べてますよというか、このデータとこの病気は、文献をな形にして、関係がありますっていうのは、文献のあごめんなさい疾患のリストみたいなのがこう、見られるようになっています。で、今これ全体ですけど、例えばがんだけとかで疾患名でこうそうとしてとかいうことができるようになってますが、これどっから行くかっていう説明をしてなかったな、これだ。一応ここのグラフのところにですね、それなりにディジーズのセクションがありまして、ここから行くか、もしくはこれの一番下に前のバージョンっていうのがあって、こっちから行くと疾患からっていうのがここですね、疾患から眺めるっていうのがあるので、ちょっと駆け足の説明になってますけど、ここから行くとちょっと画面をちらちら変えて恐縮ですが、こういう文献、疾患と NGS データの組み合わせっていうのを、ところがたどれる形になっています。であとはですね、生物種の検索っていうのもできるようになってまして、生物の検索はさっきもできたじゃないかと思うんだけど、もうちょっと凝ったことをやってます。でっていうのは、割と ここは医学系だから人が多いと思うんですけど、農学部とかでこの話をするとちょっと喜ばれるんですけど、例えば稲をやってる時に稲で登録されてるのもあるんですけど、ジャポニカとかインディカで登録されてるのもあるんですね。同じぐらい足すと同じぐらいあるんですよ。で稲だけで検索すると、このインディカもジャポニカもこうどっか行っちゃうとか出てこないので、こういうのをまとめて検索したいという時に生物種の ID だったり名前を入れて下も検索するってチェックを入れてポチってやると、その下もちゃんと見るっていうようなものも作ってまして、であとはこれもどっちかと農学系ですけど、例えば蚕をやってる方に対して、蚕だと41件しかないからもうちょっと上の腸全体とか昆虫全体で見たいなっていう時に、こう蚕の上の上の上のっていうようなことも、これの一段階上っていう感じで検索できるような仕組みを、僕らの方で作ってると。なので、DDBJ の方で検索足りるんであればそっちを使ってもらえばいいし、こっちの方が便利だっていうんであれば私の作った方を、使ってもらえばいいという感じになってます。はい。
脳部検査、疾患検査、はい。でちなみにそのさっきちらっと見えてますけど、僕らの方はこのトレンドのグラフっていうのも出していて、これまあ さっき出しましたけど、全体のデータがどのぐらい伸びてるとか、あとシーケンサー別にどんな傾向があるのかっていうようなグラフも見ることができるようになっています。で、前はですね、このイルミナの GA2 ジェノムアナライザー2っていうのがトップだったんですけど、ある日ハイセック2000が抜かして、その後ダーッともうぶっちぎりでデータが伸びてるという感じですね。最近だとマイセックとか、あとパックバイオもちらちら増え始めたかなみたいな感じのが、まあ、こういうのを見てると、まあ、分かる感じです。でこうやってまあデータベースは大事なんですけど、2011年にアメリカの方で予算がなくなったからこの SRA はやめますっていうアナウンスが一回出たっていう事件が起きました。なのでその影響でですね、発言のデータがゲオっていうマイクロアレイとかが入ってるデータベースがまた NCBI で作ってるんですけど、そっちの方に入ってる場合があったりします。これちょっと割とデータベース知ってる人向けの話になっちゃうんですけど、でそしたらどうなるかっていうと、データがですね、この SRA、NGS のデータがこの SRA と GEO と両方に入るっていうような状況が起き始めまして、でそうすると同じデータが2つのデータベースにまたがっちゃうんですね。非常に辛いの で今ここを統合しようとして、両方横断的に検索しようとするっていうのを今私がとか作ってるところなんですけど、で、これは登録するときにちょっとのポイントっていうか、まあ、注意書き的なものなんですけど、まあ、2つにまたがっちゃうので、こういうプロジェクトのデータはもう外出されちゃって、バイオプロジェクトっていうまた別のプロジェクトのデータができたりしてます。であと使ってるサンプルもやっぱり外出されちゃって、どんなサンプルを使いましたっていうデータが外出されちゃってます。で、さっきここだけメタデータの仕組み、構造について紹介して、これはちょっと古いんですよって言ったんですけど、それはこういう事情で、発言のデータだ と、メタデータだけ SRA にあって実際のデータが GEO にあるみたいなことがたまにありまして、でここは一生懸命直しますので、直しますというか横断的に検索できるようにしますので、ちょっと使いにくいなと思ったらしばらくお待ちいただければと思うところです。で、あとはこれだ。一応リクエストの中でメタゲノムについて触れてくださいっていうのはちょっとあったので、メタゲノムでだけ触れますけど、メタゲノムってまあ環境中の塩基配列を網羅的に解読するようなものです。で、ちょっと他のと特殊なので、同じ統合データベースプロジェクトの中で微生物をやっている人たちが SRA のそのメタゲノムのところをまとめまして、で microbeDB.jp っていうようなサイトを作ってます。でちょっと詳しくは触れられないんですけど、そうすると、SRA のデータをもうすでに解析してありまして、でどんな生物種が含まれていたかとかいうようなことが、このマイクローブ .jp から、見れるような感じになっております。はい、でそうですね、で実際の解析はもうなんかだいぶ時間なくなっちゃったんですけど、まあ、この講習会のページで昔のやつだったりとか、あと統合テレビでいくらか触れられ
ってまして、で、割と冒頭の方で言ったんですけど、2週間缶詰にして、教育するっていうのが去年の9月にありまして、それの内容だったりとかいうのがここで見られる形になってます。で、実際にの様子っていうのは今日も同じですけど録画されていて統合テレビから見られるようになっているので、そういうところから見ていただければいいんですけど、残りの時間で実際のどんな感じかっていうのをお見せしますけれども前も出したスライドですけど、実際にダウンロードしたり自分で得たデータについてクオリティチェックをして、その後まあ対外のマッピングをして、ゲノムの場合はデノボでアッセンブルする場合もありますけど、リファレンスのゲノムとかだったりに、NGS のデータを貼り付けて、でゲノムだったらそれを1本にするし、発現量だったらどの辺に発現があるかっていうのをこう貼り付けて、でスニップ解析だったらやっぱり同じに貼り付けてどこにスニップが入ってるのかみたいなのを検出をするわけです。で、まずクオリティチェックなんですけども、クオリティチェックはファスト QC っていうソフトがあります。まあここからたどれるんですけど、でちょっと呪文が桁折れしちゃってますが、ファスト QC やるときはですね、ファスト QC っていうのを書けますよで、アウトプットで SRR0678、まあ、これは ID ですね。でこれのクオリティチェックのデータのファイルとして書き出してくださいよと。で入力は SRR なんとかのファスト Q 形式で、これまあ落としてきてクオリティチェック書けるわけですね。で、形式がファスト Q 形式ですっていうような呪文になってます。で、まあ落としてきたらこういう呪文を、ファスト Q っていうソフトをインストールして、で実際にはこういうターミナルっていうのが、これ私今マッキントッシュで喋ってますけど、 Mac だとターミナルっていうソフトがあって、ここでなんかいろいろ呪文を打つと、今こうファイルのリストを出せっていう呪文を書きましたけど、なんかこういろいろ呪文が書けられるようなあのものになってるんですけど、 Windows だと SIGWIN っていうのがあって、こういうターミナル環境をその提供するようなソフトがあって、まあ、それをインストールしてもらいます。でもしくは、去年その2週間缶詰にした東大でのプログラムだと BioLinux っていうものを、エミュレーターっていうんですけど、これ今私のはさっきも言いましたけどマッキントッシュなんですけど、 Mac の上でこの Linux っていう別の OS を動かすっていうことができまして、そうするとこういう東大のその講習の東大でやった講習のページに行くと、あのバイオリナックスのインストールから書いてあるんですけど、こういうのを Mac の上で動かして、で、今みたいなファスト QC なんとかみたいな呪文をここで書けるわけですね。でこの BioLinux だと全部その今回触れたようなソフトがすでに入っているので、まあ、ここでいろいろゴニョゴニョ解析をしたりするわけです。まあ、ちょこちょこっとした解析だったら、これ今私ノートパソコンでやってますけど、このぐらいのまあノートパソコンでもいいんですけど、結構大規模なデータの解析になると、デスクトップ型のマシンが必要になったりします。
ただまあ、スーパーコンピューター、まあ、通称スパコンと呼ばれるようなものは、まあ、あればいいんですけど、別にそこまで使わなくても、やろうと思えばできます。でまあこういうファスト QC でクオリティチェックをかけますよってことなんですけど、さっきの DBCS SRA であらかじめこのファスト QC をかけた結果っていうのを実は持ってまして、全部じゃないんですけどある程度すでに、クオリティのチェックをしてます。で、まあ、例えばこんなデータが出るわけですけど、こっちがどのくらいの長さ読んだかですね。でこっちがまあクオリティと思えばいいんですけど、このまあグリーンのゾーンがだいたい使えそうなゾーンですね。でこう伸びていくと下手ってことですね。こうやってこの場合75ベースぐらい読んでるんですけど、75ベースでいいのかな、75ベースで読んでるんですけど、こうずっと見ていくと、まあ、30ぐらいからちょっと怪しいなみたいなのことがこのデータを見ると分かるわけですなので、さっき論文である程度クオリティの、チェックができますって言ったんですけど、それはまあ間接的なやり方で、直接的にはこのファスト QC をかけた結果っていうのが全部じゃないんですけど、出るので、そこを見てあらかじめクオリティのところをですね、確認してから、ダウンロードができるという感じになってます。で今のそのファスト QC のどうやって見るかなんですけど、DBCS SRA の方でこういうふうに検索できますよっていう言い方をしました。で、ここの左に何やらクリックできる ID が書いてあるんですけど、そこをクリックしますとその中身がこう出るわけですね。でずっと見ていくと実際のその LAN のデータみたいなのがあるんですけど、ここでよかったかな、こうやって LAN の ID をクリックすると今のファスト QC が見られるっていうような感じになっています。よいしょ。はい。でこれに戻るとその後マッピングとかデノバアセンブルに行くわけですけど、普通はマッピングっていうようなことを操作をします。でマッピングするには、トップハットとかボータイとか BWA っていうようなツールがあります。でどれを使えばいいのかっていうのは、速度重視でとりあえずバーッとマッピングするっていうものと、あとはその精度重視でちゃんと正確にやるっていうようなものがあるので、それはちょっと一概にどれを使えばいいっていう感じじゃないんですけど、例えばスニップ解析だったら BWA だったような気がします。で、実際のそのやり方は、まあ、ボータイ2をかけますよと。で対象は、まあ、マッピングするからマッピングする先があるわけですね。リファレンスゲノムがあるわけですけど、例えば人のゲノム、ヒューマンゲノムの19番っていうファイルを作っといて、まあ、ダウンロードしておいてそれに対してマッピングしますよと。でマッピングする実際の NGS のデータは SRR なんとかのファスト Q ですよっていう感じで呪文をかけて、で膨大2かけるとそれはなんちゃら SUM っていう形式で測れます。まあちょっと難しいんですけどね。で、こういういろいろ呪文をかけていくわけですけど、ある程度はこの後望月さんがしゃべりますそのパイプラインとかで用意されていてブラウザでできるようになっています、ある程度はね。で、たくさんやんないといけないときは自分でさっきみたいな環境を用意して、こういう呪文をかけないといけないわけですけど、まあ、とりあえずそういう感じの、仕組みになってまして、でそうするとこの SUM っていう形式で、まあ、測れて、で例えばその先の解析だと
サムツールズっていうまた別の呪文がありまして、サムって人は読むことができるんだけどサイズが大きい、ちょっとディスク食うものなので、それをこう圧縮するみたいな、バムっていうバイナリー形式でバムっていうんですけど、コンピューターで読める形式に変換するとか、あとはどの辺にたくさん発言があったかみたいなのをカフリンクスとかいうソフトを使いまして、やっぱり呪文をかけて見るわけですけど、ざっくりどんな感じになるのかっていうのは、IGV っていうソフトがありまして、これ今バイオリナックスの上で見せてますけど、 Java が入ってれば Windows でも Mac でもこの IGV は動かすことができます。で、ここにリファレンスとなるゲノムがあって、でその説明書き、 どこにどんな遺伝子があるのかっていうのも読み込んでまして、でここに、実際の NGS のそのサムとか、バムのものがこう読み込んでるんですけど、ちょっと今ズームアウトしてるから出てないんですけど、これをズームするとこんな感じで、ゲノムのここの領域の3000ベースぐらいのところに、この場合はちょっととびとびなデータになってますけど、サンプルのデータなのでちょっとデータの数を落としてるんで、ここちょっととびとびになってますけど、例えばここ今、遺伝子領域なので、それに当たるようにもずっとこの辺がリードが増えるみたいな感じのデータが、普通のデータにはなっていますけれども、各々の、NGS のリードが領域のどこに張り付いたかっていうのは、こういう IGV っていうソフトで見ることができまして、でどのくらい張り付いたかとか、こういう深さですね、そういうのはまた別の呪文をこうかけていって解析ができるような仕組みになっています。そうですね、はい、これで大体しちゃったかな。大体そのマッピングしてうんぬんっていう感じで、でビューっていうか、その実際の見方はこういう IGV とかでこう見ながら、あ、ここが例えばスニップ入ってるなとかいうのもこういうところで見られますし、この辺の遺伝子が増えたなみたいなのも、こういうので見ることができるわけですけど、それの実際の定量みたいなやつはこういう呪文をかけていくわけです。今そのトランスクリプトームとか、ゲノムのマッピングの話をしましたけど、例えばチップセックのその転写因子解析だったらまた別の、MAX2 っていうような、ツールがあったりとかして、でもそういうのはその前に二階堂さんがこういう講習会で喋ってますので、そういうのを参考にしてください。で、スニップとかの解析も似たような感じですけども、BWA っていうのを使ってマッピングしてあげて、で、サムツールズがもともとこのスニップコールとかでよく使うソフトで、あとは形式変換によくサムツールズを使うんですけど、もともとはそのスニップの解析に使われるソフトですけども、これちょっと呪文が桁折れしてますが、こういう呪文がですねあって、こういう呪文をかけると、最後にはそのバリアントのコールのファイルまで行き着きますよみたいなのがちょっとだけ触れられています。でこの後は、DDBJ パイプラインっていうウェブからできる、こういう呪文を使わずに、呪文をいちいちこういう覚えなくてもウェブでポチポチ選べばある程度できるものがあるんですけど、それについて、ただスニップの例だったかな、で説明があると
いう感じでちょうど時間でございますと。最後はなんか呪文の話で何なんだろうなと思いかもしれませんが、まあ、とりあえず紹介だけという感じで、だんだん辛くなってきたなと思うんですけど、そのあたりは結構今回 の方がヘテロでちょっと優しめに説明したので、ちょっと高度なことを期待されてた方はちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、いろんな資料がですねネット上に転がっているので、そちらも参考にしながらぜひやってみてくださいという感じで、ありがとうございました。